はい、皆さんこんばんは、竹本でございます。いかがお過ごしでございましょうか。いやー、どうもどうも、ね、竹本でございます。はい、どうもどうも。もう3月の27なんですね。本当にもう本当に 1,2,3 は早いよね。本当に本当に 1,2,3 早い。
もうびっくりするぐらい早いよね。何？今日海へ行ってきた。いいなあ、海いいですね。この時期の海、まあ、秋のちょっと物悲しい感じの海も好きなんですけどね。こう冬の海もなかなかね、これがね、風情があっていいんですよ、これね。ねえ。いや、まあ、なんかね、東京の方の開花が29とか。でも、埼玉の方はちょっと早いんだろうね。あ、大宮公園、桜開花。あ、そうか。ちょっとだな。ちょっとだな。いや、お疲れ様でございました。まあ、ほら、どんなタイミングでもさ、気の早いやつってのはやっぱいるもんでね。いや、もう、気の早いやつがね、これ、ピュッと。もうちょっと人より先にちょっと、やっぱりこういうの一番が大事とか言って咲くのがいるんじゃねえかなと。あ、兵庫の須磨、あ、須磨行ってきたんか。はい、こんばんは。ねえ、うちの近所じゃまだまだだったな。やっとです、やっとうちの近所はね、桃が咲いてましたね。桃がこう、わーっと勢いよく咲き始めて。で、桃、だから、梅、桃、桜の順じゃないですか、基本は。で、梅、桃、桜の順番なんですけど、梅が咲いた後に、桜と桃がこう、レースをするみたいな感じになる。でも今年桜遅いよね、例年に比べると。梅は早かったんよ。なんか暖冬だったしね。で、桃がやっぱりちょっと遅かったよね。桃が遅くて、いやー、ねえ。なるほど。足だけ海入った。いや、いいじゃないですか。一年に一遍塩水使っとくと風邪ひかねえって言うから。今年は一年大丈夫っすよ。裏庭では先週から桜が咲いてる。あれさ、やっぱりその風当たりとかね、その根っこの部分の地温とか、そういった部分も影響するのかもしんないね。やっぱり植物だからね、布団が寒いとなかなか出ていきづらいんかしれないね、あれね。ようやくですよ、近隣の桃が。色鮮やかにバキーンっつって咲いてきましたね。あ、山桜が咲き出した。あ、いいじゃないですか。山あいにこう桜だけがポンと見えるってのいいよね。まあ北陸はね、まあ致し方ない。なんかまた明日明後日とか雪とかなんかね、いうような、話らしいんでね、気をつけてくださいね。あ、現地の桜の写真。あ、なるほど。いいじゃないですか。ね、これからね、日本列島、6月ぐらいまでかな。5月いっぱい、ぐらいまでかな。桜が駆け抜けていくのが。ねえ。まあ、綺麗な季節。綺麗な季節です。まあ、ね、できるだけこう、上を見上げて、胸を張って歩いていきたいもんですね。はい。皆さんのところのね、こう、胸張ってね、上向いて歩いていける、上見上げるとね、こう、桜がね、見下ろしてくれるってのは、いいじゃないですか。はい、こんばんは。なんかね、私の友人、いきんちゃんとこのね、引っ越しが、何？明日？明日じゃなかったかな？明日だか明後日だかじゃなかったと思いますけれどもね。明後日だね。引っ越し、忙しいんだろうな、今な。引っ越しって忙しいよね、やっぱりね、なんだかんだね。いやー、はい、こんばんは。いやー、引っ越し、もう引っ越しは、いいなー。もう、前もって段取りよく片付けてってのはいいんだけど、
そこで生活をしながら片付けていくのが大変なんだよね。なんて、ね、なんか生活していく上で、こう、最低限度の荷物あるじゃないですか。そういったものは出しとく必要があるし、まあ、なおかつね、布団とかもそうだろうし、で、必要なものをちゃんとわかるように出しといた上で片付けていくってのは大変だろうね。まあでも、えげちゃんだけじゃなくて、いろんな方、前、人事異動ですみたいな、ね、そういう方もたくさんいらっしゃるし、ね、配置替えみたいな、ああ、整理したのにまだたくさんの荷物だと愚痴ってました。愚痴るんじゃねえよ。あさってのお天気がし、あ、まあ業者がやってくれるから大丈夫じゃない。別に。ねえ、そうなんだよ。だからギリギリまでこう使わなければいけないものってあるじゃないですか。ね、まあそれを残しながらパッケージしていって、ああしまったっていうのがね、必ず出てくるんだよね。 いやー、引っ越し大変ですよね、やっぱり。これからね、その転勤だなんだって、まあうちのね、父親も転勤族だったんでね、いろんなとこで、まあおふくろは慣れたようなもん、まあ慣れたもんでしたからね、パン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 やってましたけれども、なんか、ああいうのも慣れなのかね。ね、これから新しいところに行って、その近隣で新しく、あいこんばんは、新しく揃えなきゃいけないっていうものも当然あるし、気分的に揃えたいっていうのもあるじゃないですか。気持ち的にね、新しい家に行ったんだったら、新しい家で、やっぱりこう、なんかこうね、こう、ちょっとさらにしたいみたいな。はい、こんばんは。はい、こんばんは。30日が息子の引っ越し。おい、なるほど。翌日は4日。じゃあ、気をつけて。はい、こんばんは。はい、お疲れ様。引っ越し8回、チョビさん。8回。もう俺と同じぐらいかな。まあ、慣れたくはないよね。やっぱり、こう、短く転々とするのも、それはそれで楽しいかなというようなが思うんですけれどもね。ああ、そうね。高木さんとかもそうだよね。引っ越しだってたもんね。まあだから、その残しときたいもの、新しい引っ越し先でも使いたいもの、あ、でも引っ越し先だとちょっと綺麗にしたいものとかいろいろあるじゃないですか。ああ、はい、こんばんは。ああいうのって結構なんかこう大変だよね。なんかこう選別するの大変だよね。これは捨てるまでには至らないかもしれないけれどもみたいな。ほらね、事務机とかやってると、いろんなものがですね、ボールペンのこう使い差しのやつがね、何本か入ってた、これとりあえず全部持っていくかとかね、これ多すぎるから、ちょっとマジックこれ出るかなとかね、コシコシコシとか書いてみたりなんかするね。 そういうの結構大変なんですよね、あれね。全部の荷物をポンとね、こう瞬間移動してくれるよね。でも同じサイズの家じゃないわけじゃないですか。同じサイズといえども、間取りとか窓の位置とかね、そういったものも違うだろうし、最後はとりあえず全部詰める箱っていうのは僕は作っときましたね。でもね、やっぱいいきっかけなんですよ。なんか新しい家に引っ越ししたら、揃えた方がいいな、綺麗にした方がいいなって思えるものの代表格として、こう台所用品とかね、考えますよね。まあ包丁はね、とにかくそのまま持っていくでしょうけれども、まな板そんなにね、そのほら、柳の高級まな板とか使ってるわけじゃないし、なんかこうね、ちょっとこうあのあでねあのプラスチックのね、これペルバッタ、そういうやつ、だと、もうそろそろ汚れてきたし新しくするかとか。あと、まあ、せっかくだから、布巾とかも、新しく新調するかとか。で、これ、あれですよね。なんかね、あれ、あと、トイレ用品ね。トイレットペーパーホルダーカバーってあるじゃないですか。下に予備のやつがぴょこっと1個。ぴょこっと。
ああ くっつくやつ。あれとかは新しくした方がいいかなとかね。まあ、ああいうのもね、そこそこ安く売ってるからね。ああ、いいんだけど、今までのやつの方がやっぱり使い勝手がいいかとかね。便座マット。まあ、今ね、ウォシュレットの暖かいやつで、なんかそう、便座の、こう、かけるやつとか使ってる人あんまいないかもしんないけど。ね、だからこう、持って行っていいものとか、持って行ってはいけない、まあ、これはいらないだろうっていうのを、この取捨選択するのが大変ですよね、引っ越しってね。いるかみたいな。でも今までずっとここいたしな、みたいなことあるじゃないですか。ね。なんかどこぞかでこう、もらってきたこう置物だったり、これって、みたいなやつね。全部飾って、はい、こんばんは。全部飾っちゃおけないと。すべて飾るわけにもいかないけれども。なんかねーって思うじゃないですか。まあそういうのをこう、選別品とかね、そういうの困るよね 困るよね まあ、僕はいろいろその、まあ、中古品とかいろんなものを見るのが好きで、最近いろいろこう流行ってるじゃないですか。リサイクルショップっつうんだっけ。古着とかだけじゃなくて、あとは、その、ほら、家具とか、ああいったものとか、ああいったものがたくさんあるよね。これ、絶対、こう、結婚式とかの引き出物だよな、みたいなやつ、結構並んでたりしますよね。あのね、コーヒーカップセットとかね。すっごい、ああ、これ、使わずに出されたんだな、みたいなのありますよね、これね。いや、難しい。でもね、だから最近、お祝いするよりもお見送りする方がとても多くなって、なかなかこの体がいけないとこう気持ちで送るじゃないですか。で、最近のお返しのやつが、このなんかカタログギフト系のやつなんですよ。カタログギフト系。小さいテレビ、いや、ガーガーしておいて。小さいテレビはね、今ね、そこそこ年式新しいやつがね、そのリサイクルショップで安く売ってるで。一人暮らしするんだったらそれぐらいで十分ですよ。でもあんまり逆に小さいテレビの方が高いかもね。いや、もうだからね、この、さっきも言って、ほら、ね、後々、その送られてくる、このカタログギフトってやつ。カタログギフトはね、難しい。カタログギフトはね、難しいよ。みんな、どうする？ 結構あるじゃないですか、カタログギフト。皆さんのところ届きません？だからほら、お祝いでも何でもね。だから、後から、そういう風な、リサイクルショップで5万円ぐらいする石膏像はね、なかなかね、買う人いないと思うよ。そう、先生だから買うんだよね。カタログギフトはね、ちょっとね、難しい。本当難しい。帯に短し、たすきに流し的な、ものが結構多いんですよね。これは、いる？これは、いや、でもいらんじゃろ、みたいな。物を少なく生活しようよと。これからはね、どん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 こう、ミニマリストとしてね、生きていく、必要がある。だから、最終的にはね、その、消えもん選んだりしますよね。なんとか肉とか なんとかそうめんみたいな なんとかうどんみたいな。消え物を選ぶ そうだね。消え物がいいよね。ありがたいよね。お肉とかお米を選ぶよね。確かにね。はい、こんばんは。いや、消え物だったら、きわものじゃねえや。きわものを選んでどないすんねん。きわも消え物ね。
だから食べたら、なくなるもの。これが一番かななんていうふうに難しい。でもうちにもね、今何冊かあるんですけれども、いやー、ちょっとあなたどうするよっていうのあるじゃないですか。 これ本当困る。もうちーっとなんとか、まちーっとか、まちーっと気が利くもないかみたいな。ねえ、これ、パイプハンガーとかあるからいいかななんて言って、これちょっとと思ったら、高さが足んねえとかね。なんだよ、これ。高さ、たっぱ、なんだよ、みたいなやつとか。いや、もう、だって食べ物系は乗ってますよ、食べ物系。乗ってました、乗ってました、後ろの方で。この妙に高そうな干物とかね。カタログギフトのカバンが小さすぎた。 いや、それはある。トイレットペーパー1年分とか。ああ、なるほど。そういうのいいよね。なんか自分では買わないようなものが、買わないようなもんだからそれがいいかなとか思うんですけど、すごい、もう高級栗山納豆とかね。いや、確かに普段だとなかなか気楽に購入することができなさそうなやつもたくさんあるんですよ。あるんですよ。あるんですよ。甘いもんとかね。このね、あの、こ、あの、お紅茶の高そうなやつとか。お紅茶の高そうなやつがあるんですけどね。大 体肉かうなぎ。いいな、それ。いやー、と思うよね。あ、すげえな、日本今、本当にブランド頑張って、ブランド化しようとしてんだな、みたいな。お紅茶様。 お紅茶年に何回飲むかな。いや、嫌いじゃないんだけど、最近のやつ、ほら、三角テ、あのテトラパックかなんかに入ってるじゃないですか。あれに入ってるやつ、ほんとありがたいよね。 お、石垣馬さんが取ってた。ほう、珍しいな。山陰金塊紐の詰め合わせとかありますよね。いいな、これな。まあ、確かに、まあ、いや、そこそこやっぱりそこそこするんですよ、お値段的に。焼き魚食べ比べセットとかね。 いいよね。 いいんだけどね、高そうなお肉いっぱいありますよね。最近ね、私が贈り物に使ってるフリーズドライお味噌汁的なやつも結構あったりなんかしてね。まあ、なかなかフリーズドライ、自分で買ってとか、なかなか自分のやつはやっぱり生の味噌のピュッてするやつね。あれは、最近レトルト系のやつで豚汁のやつがあるんですけどね。ね、豚汁のやつ、あれはうまいな。 いや、もうね、いろいろ、ほんといろいろあるんですよ。いろいろね、これね、俺思った。昔さ、いわゆるそのベビーカーあるじゃないですか、ベビーカーの色が3色のバリエ、いわゆるカラバリね、カラーバリエーションが3色だったら、結構な勢いでやっぱり売れたらしいんですよ。でもそれを7色にした瞬間、売れなくなったんだって、ベビーカー。やっぱりね、悩むんだよ、人間って。選択肢が多ければ多いほど悩む。これ難しいよね、ベビーカー。ベビーカーでね、ベビーカーのメーカーがね、新しい商品で3色展開したらすごく好評で、で、それを7色展開にしたら、すごく売れ行きが下がったらしいんだよね。だから、迷ったら買わないっていう人も中にはいるからね。
いやー、まあ確かにね、いろいろありますよ。長崎ちゃんぽん詰め合わせとかもありますけどね。ちゃんぽん詰め合わせ、どこのちゃんぽん詰め合わせかによっても違うしね、これね。いやー、もうちょっと細かくこうデータを 細かくデータを入れていただけるとね、いや、普段なかなかね、食べることができない、ものとか、ね、結構ほら、ラーメンとかでもね、普段なかなか伺えない地域のラーメンとか、ほら、あるじゃないですか。そういうんだったらちょっと食べてみたいなとか思うし、難しい。難しい。難しい。いや、マジで、本当難しいなと思う。いや、これね、いや、まあ、このカタログがさ、これ1.5センチぐらいあるカタログです。1.5センチのカタログから1個を選べって。気をつけて帰ってね。お疲れ様。いやー、選べって言われてもねー、これ結構大変っすわ。いや、もうね、多すぎ。本当に多すぎ。いや、まあ、難しすぎるわ。頭がぐしゃぐしゃとなってしまいますのでね、頭がぐしゃぐしゃとなるような曲を一曲お聴きください。どうぞ。
はいよ、改めまして竹本でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。改めました竹本でございますね。まあ、あららららら、ありがとう、ありがとう、ありがとう、よし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 、ひとみちゃんありがとう。なんだそりゃ。ケロロ軍曹とコラボしたのか。もうツイキャスもいろいろやるな。本当に。ねえ、いやぼちぼちでございますね。忙しいって感じる。ああ、ブロムちゃんありがとう。よし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 。忙しいなって思えるぐらいの環境に、身を置くということが大切ですね。うん、暇だってなるとね、なんかこう、テンション下がっていくじゃないですか。うん、ちょっとでもちょっとなんかこうやることがあって、追われてるぐらいな感じがいいですね。それぐらいの塩梅がいいですね。追われすぎて頭こそれると、大変なことになりますからね。まあでも実際問題ね、やっぱりこう今もう年度末じゃないですか。もうね、3月いっぱいまでですからね。まあ今日27だから、28、29、30、31、あと4日間でしょ。うんね、そのまあね、あ、そうか、俺今週土曜日は多分配信できないだろうから。あゆきちゃんありがとう。うん、昼間はできるかな、わかんないけどね。こうやって落ち着いて配信できるのは、移動日なんでね、土曜日30日か。ちょっと厳しいかもしれない。あら、まこちゃんありがとう。よし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 。なかなかこう、落ち着いて、の配信はちょっと難しいかもしれないじゃないですか。車でね、走ってる時にちょろっとっていうのはあるかもしれないですけど、なんで、まあ、一応2023年度最後の落ち着いた配信ということでございましたね。というわけでございまして、皆さんね、今年、今期1年、もう大変お世話になりました。ありがとうございました。皆様、ね、まあ喜んでね、いただけるのが一番かなというふうには思うわけでございますけれども、まあ本当に早いもんですよね。本当に早いもんで、もう来ましたね。あっという間ですね。いや、楽しい時間かどうだったかね、まあそれはね、ちょっとよくわからんのですけど、まあ私たちはね、まあ一生懸命こう言葉を紡いで、あら、みゆきちゃんありがとう、よし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 。いやちょっとでもね、なんとなく一日の終わりにほっこりしてもらえればいいなと思って。40年前福岡してみた。ああ、そうか。お疲れさん。ねえ。もう私もね、今年7月で43年目になるんですよね。43年目、あっという間だね、でもね。あっという間でやっという間にやってくる。もう、まあ別にね、飛び級して進んできたわけでも何でもないし、ちゃんと一年一年、真面目にやってきて、で、で、今年度が終わるたびに、締める。で、次の年度を始める。で、これからまた、新しい年度に入っていって、というね、ことを繰り返すわけですけれども。やっぱりこのツイキャスっていうのが、配信するできるようになって、で、まあ、そうね、なんかこうよりなんかその時間を大切にしてもらいたいなというふうに思えるようになりました。やっぱりさ、寝る前の時間でさ、こう眉間にしわ寄せてさ、こういいとかしながらさ、ああ不安だとかさ、なんかこうそういうなんかこうネガティブな気持ちで眠りにつくったら本当良くないと思う。やっぱ睡眠はね、やっぱりいい睡眠とやっぱ悪い睡眠ありますから、
やっぱりいい睡眠でこう重ねてもらいたいなと。まあ、そのためにはこういうこう寝る前ぐらいにこのぐらいの時間にね、なんかくだらないね、ぽやっとした話を聞くっていうのは、まあ、とてもいいことだ。ああ、まとめちゃんありがとう。よし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 。ね、いいんじゃないかなというふうに思うわけですよ。ね、はい、こんばんは。頑張ってるか？ねえ。ああ、あざみちゃん、四日市。今日気をつけて。ありがとうございます。四日市、今週末なんですよ。もうほんと、年度末の、大晦日ですね。年度の大晦日。3月31日。ねえ、四日市。なんたって、これ、昼のね、1時からのライブなんで、前日に走らなきゃいけないんですよ。前日に走って、で、昼間からやって、で、ガツンとやって、その後に、こう、懇親会やって、ウェイってやって、またとんぼ返りして帰ってくるっていうね、そういう企画でございますけどね。そういうやつでございますね。皆様ね、ありがとうございます。いやー、でもさ、なんかこう、年度っていうふうに、当日走って当日帰ります。ああ、どっちが近い。ああ、もういい勝負か。いい勝負だな。いい勝負だな。いやー、まあ、ちょうどね、道すがら、まあ、山桜もそうですし、いろんなところで、桜の顔が見れるんじゃないかなと思って、この時期に旅するのって僕は本当好きで、本来だったら今ちょうど満開ぐらいだから、これぐらいの時期、ファーファーファーっていろいろうちゃ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 するの好きなんですけれども、もう全然咲いてないから。ね、こうやってね、こうほら、今背景も変えましたけれどもね、こうなんか鳥越し、こう桜越しに鳥みたいな、いいんじゃないですか。こういう風景をこう楽しめるような心の余裕ってのがすごい大事だと思うんですよね。まあ、いろんなことがある年、週末はちょっとね、気温が高め、みたいなんで、多分、道すがら、ルート沿いの桜も咲いてくれるんじゃないと。あ、あいかちゃんありがとうございます。さあ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 、四日市楽しみにしてください。四日市、ありがとうございますね。楽しみに。まあ、いやー、ね、桜も一期だと思います。ここのところ風が強かったじゃないですか。明日、明後日も、日本海側の方は、かなり、暴風雨に近いぐらい、風が強くなるっていうふうな、ことを先ほど見ました。ね、その地域の方、くれぐれも気をつけてください。ね、まあ、東京の方とか、あとは静岡、浜松、まあ、名古屋、まあ、愛知もそうだし、三重もそうだし、多分今週末に向けて桜がうわーっと広がってくるんだろうなというふうな感じがいたします。いやー、いいね。もういいと思いますよ。いい感じに咲いてくれるんじゃないかなというふうに思います。ねえ、そう、桜がね、そう、俺が行くのを待っててくれた。あ、京子ちゃん、ありがとうございます。いやいや、ありがとう。にしししし。春を感じられる。いや、もう春を感じるのって、なんとなくこう、エネルギーを、こう、蓄えてたものを、こう、まあ、車で言うとね、こう、ちょっとブレーキを離して、スッて行くじゃないですか。あれあれ。あんな感じ。一気にアクセル全開にすると、なんかこう途中で疲れちゃうから、ゆっくりくんっつって、クリープっていうんですかね、あれね、クリープ的なこう、なんかこう、温まった体がこう、スッと背中が押される感じですか。そういう季節だと私は思ってますんで、春はね、そういう意味でもちょっと楽しみなんです。はい、こんばんは。通りすがら回り道した。ああ、なるほど。まだ来週だな。来週末多分満開だぞ。でもこれあったかかったら一気に来ちゃうな。一
気に来ちゃう桜もいいんだけどな。できればちょっとさ、やっぱりせめてね、そのなんか入学式ぐらい、せめてお後ろに来たんだから入学式ぐらいはまでね、頑張っていただければね、その新入学の子たちがこういる、バックに桜っていう絵が撮れるんじゃないかなと。中途半端で終わるの本当よくない？ 大阪めちゃめちゃお城だ。あ、そうなん。そっか、そんなにか。マチコミ今週のテーマ、感謝を伝、あ、感謝を伝えた。なるほど。感謝祭ですからね、なんたってね。私4月、のここでピュッと。感謝祭。これはファンミの方は FC 限定なんで、FC 限定の方はまだまだ受け付けられますけれども、このアニバーサリーライブの方、本日より、一般のね、一般の売り出しが始まったんじゃないかなと思います。いずれにしても、もう枚数ほぼほぼないんで、できれば急いで書いて、急いでいただけるとありがたいなというところでございますけれどもね。大阪の方、3月31日開花、4月7日満開。あ、ちょうど入学式や。ちょっとね、ちょうど入学式だと思いますよね。多分、そんなもんじゃないかな。入学式10日、10日、それそんなに遅いっけ？そうか。俺入学式4月の6、7、8、そんなもんだった記憶があったけど、まあ地域によっても違うかもしれんけどもね。なんかこう、入学式のバックに桜がわーって咲いてると、なんとなく縁起良さそうやん。縁起とかあんまり入学式に関係あるかどうか知らんけどな。なんかほら、いわゆる歳時記ってのはさ、まあすごくね、1年間を知る意味で大切な行事としての歳時記ってのはもちろんあると思うんですけども、それだけじゃなくて、こういろいろな気も、その自分の中の記憶をこうファイリングするために、必要なフォルダーだと僕は思ってて、だから、あ、この時期は、ああ、こういうことがあったなっていう、ほら、いわゆる紐付けですよ。紐付け暗記のやつね。そういうやつだと思います。だから、歳時記、だから行事とか、あ、万博の桜はでも4月入ってじゃないと無理だんだな、あるな。絶対、造幣局だって全然咲いてねえだろ、まだ。桜の名所、まあ東京の方だとね、上野公園とか、あ、神宮のお堀のとことかいろいろありますけれども、まだまだ全然聞かないですもんね、話。外でね、このご座敷いてね、酔っ払ってウェーとか言ってゴミ散らかすやつは俺嫌いですけども、ただ普通に、だからそのライトアップされてる桜の木の下の方にこうやって見て、ぼーっと上見上げてんの好きですね。何しに来たんだいって話だ。酒飲むだけだったらどこでだってできるだろうみたいな。造幣局は4月の半ば。ああ、そうか。あそこ桜いろいろ違うもんね、種類がね。いやー、桜並木ね、いいですよね。夜桜きれい。万博まだつぼみ。 そっか、行ってきたんか。 そうだ、狙うもんね。でも、つぼみ、可愛くない？桜のつぼみ。咲く前っていうのが、やっぱり、一番エネルギーあると思うんだよね。俺、人間でもそうなんだけど、花開いた後って、やっぱりこう、それを継続させる方向とか、まあ、いわゆるその、違う方向にエネルギー使うじゃないですか。ね、人間ってやっぱりそうだと思うんだけど、その咲く前、なんかこう粘ってるとか祈ってるとか、そういう時が一番エネルギーがあるような気がしてしょうがないんですけど、皆さんどう思います？はい、こんばんは。はい、こんばんは。膝大丈夫か、膝。愛おしいよね、本当に。桜は入学式、梅は卒業式。あ、そっか、秩父の方はやっぱりちょっと遅いもんね。梅も2月の、あ、卒業式2月の真ん中ぐらいか。あ、もうちょっと後か。
10年ぐらい前、3月に大阪から引っ越し。ああ、なるほど、なるほど。大阪の小学校の入学式満開。なるほどね。確かにね。春はカタクリの花、かわいいよね、カタクリの花ね。秩父とかに群生地があるんですけど、綺麗ですよね。狭山、清瀬。お帰り。お疲れ。お疲れ、番頭さん。はい、お帰り、お帰り。はい、お疲れさん。いろいろな地域があって、いろいろな地域の中で、その桜の名所とか、今、この辺がもう見どころですって情報はね、こういうとこ使って共有してくださいね。出口アナと塩原アナが今週でテレタマ卒業らしい。そうなんか。そうかそうか。まあね、そうなんだね。まあだからもう、去る人もいれば入る人も当然いるし、いろいろな意味でね、このもう別れと出会いの季節だとは思いますけれどもね。その中はこう、そういったものを彩る花の色。春の花って柔らかい色の花がとっても僕は多いと思ってるんですよね。こういうチューリップとかでもビビッドな感じがするけど、やっぱり暖かい感じの色。で、逆に言うと夏の花っていうと、まあ、ビンカもそうだし、外間なんかもそうなんですけども、どちらかっつったらこう、クールな感じのね、まあ、冷たい感じというか、ブルーな感じ。まあ、涼しげってやつですね。があったりもしますけどね。うちのチューリップ、ね、これかわいいよね。いやー、まあ、いずれにしてもですよ、皆さんね。その感謝祭とか、いろんなものがありますけどね。こういうのとかね。感謝祭もそうだけども、その後もあんだよな、俺な。とこに後から怒られるんだよね。これ長野でしょ？上田行きます。行きます。もういいかな。 いいかな。 あさっての権現堂ね。あそこの、この、まあ、今さ、桜の木の近所に菜の花をこう植えるような、感じがね、なんとなくこう自治体で流行ってるんですよ。まあ、いわゆる黄色とピンクのコントラスト。あれがいいですよ。綺麗ですよね。いや、まあ、いずれにしてもね、頑張っていきましょう。ね、年度としては、2023年度は、今度の、今週いっぱいって感じなのかな。いろいろな情報、地域的な情報っていうのは、その方しかご存じない場合ももちろんあるじゃないですか。ね、何何？地元の桜祭りのライトアップ。お。25日から開催されたんだが、開花状況はどれぐらいか。多分ゼロだと思うか。だから、予定がむっちゃにずれ込んでるらしいです。1週間後倒しっていうのがね、結構ね、流行りみたいですよ、今。長野県のね、上田市のね、千本桜のお祭りがあるんですけど、千本桜祭りなんだけれども、桜が咲いてねっていうね、えらいことになってますから。今週25くらいかな。やってたんじゃなかったかな、確かな。あ、かずみありがとう。ありがとう、ありがとう。ねえ。いやー、咲いてねえのにライトアップするの大変だよね。人もいないのに店を出す、台風の日の海の家みたいな感じだろうな。
あ、去年はあれ早かったもんね、桜祭りに散ってたっていう それもちょっとな、それもちょっとどうかなっていうふうに思いますけどね。自分ももうすぐひな祭りですか。いや、ライトアップするんだろうね。この前、しだれ、梅園行ったら、何も咲いてない。千本桜祭りって、3月、あ、3月30か。か。いや、でも、1週間後にずらした方がいいような気がするよな。今年は、竹本さんがいないのに竹本がライブ開催。それはな、そういうもん、そういうもんや。な、桜、でも木はあるからね、一応ね。花がいねえだけでね。そっか。いや、もうね、せっかくこの一年に一度、わーっとこう、見上げた空を覆い尽くしてくれるような綺麗な桜。まあ、例年ね、私の方、FC の方ではですね、あちらちゃんありがとうございます。ありがとうございます。お花見配信っていうのをやっておりましたですね。お花見配信、これ。意気憤がいいところ。まあ、様子見にですけどね。満開の時期を狙って、行くんで。まあ、例年だったらもう3月中に行ってたんですよ。毎年やってました。お花見配信。で、今年もやる予定ではあります。それがいつ、どこでになるかがわからなくて。本当ですね。わかんないっていうところでございますね。アゼナちゃんもね、どうもありがとうございます。2023年度、大変お世話になりました。ありがとうございます。2020、秩父はこれから、そう、旧暦か。そうだね、4月の3日かな。夜桜ずっと見てなかったので配信してもらえてめっちゃ嬉しくて頑張ります。今年もね、ちょっとね、タイミングを見計らって、行こうと思っております。タイミングがいいですね。タイミングがどこに来るかがわからんのよ、これ。で、満開になりました、雨が降って風が吹きましたって全部切っちゃうからね。 全部散っちゃうんだよな、あれな。いや、頑張って頑張ります。だからタイミングです。全てがタイミング。四日市行ってる間にこっちが満開になっちゃって、で、帰ってきたら散っちゃったみたいなことはならないと思います。お花見配信いたしましょう。まあ、でも本当に、コロナ明け、ってなって、スタートした2023年でした。本当にいろんなことがあったなと思います。だから、まあ、結局そのね、温度差、その人によっての温度差っていうのが、とても大きくて、で、その温度差が、どうなんだろうな、どちらに、合わせていくかとか、どちら寄りにするかとか、そういうことを大変考えさせられた一年ではありました。ね、ライブ会場で、声出しをしていいのか。あ、みがこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。今年もたくさんのライブね、お会いしたいですね。よろしくお願いいたします。声を出していいっていうふうに、言うのか、でもその中でも嫌だなって思ってらっしゃる、方ももちろんいるだろうし、でももうそろそろいいんじゃないかな、今いろそういうことをずっと考えてた、こう2023年度でした。まあね、今週末、で来週になったら2024年度がスタートするわけですけどもね、どういうふうになるんでしょうか。ああ、楽しみだね。あれ、モーハはい。ン。モーハン。何でしょう。あれはどっちにつけんだっけ？どれ？あれ、それはファミか。これはそうですね。ファミだね。いや、もうね、いっぱい、もうすごいんですよ。今ね、段ボールが押し寄せてきます。押し寄せてまいりますやめから。てーいう感じです。いや、もう。いや、これちょっと作るかっつって、ちょっと作るかっつって、注文して、ちょっと作るかっつって注文して、これいいんじゃないかって注文して。
これね、一人が来ていただけなかったらどういうことになるんだろうって。まあ、要は金額で言ったらね、間もなくいい感じのところに。まだ私は経理のお姉さんから何も言われてないところを見ると言ってないんだね。え？言ってくださいよ。いいよ別に。最終的には俺が払えばいいんだろ、ポケットマニーで。それにしてもそれにしてもですよ。そうだな。いいですか、ポケットマニーで。結構だな。もうポケットマニーでいいって言うんだったら私は言っちゃうけど、そういうふうに。いや、ちょっとだけ作戦考えよう。これかなりですよ。作戦考えよう。いや、金額的にちょっとやばいぐらいに行ったんだよ。知らないよ。今年ちょっと、大変なことになっております。頑張ります。やりすぎたでしょ。いいのだってさ、まあよくよく考えたらね、まあ今年の4月28日当日じゃないですか。で、当日にあれぐらいの規模で、おめでとうございます的なやつができるファンミって多分今年だけだと思うんですよ。もう来年になると下手すると会場違うから。そうね、あの規模でやるのは多分今年ぐらい。あの規模じゃないとファンミにならないぐらいじゃないですか。だから、うん、ブルームードだとやっぱりこうこじんまりと美味しい料理がっていう感じがするけど、そのまあちょうどね、私50を迎えた時にケープラで、パーティーやったんですけど、多分来年はそういう感じだと思います。でなると、まあね、そういう感じになる。来年は一応、まあ一応くるっとした年なんで、歴の年なので、多分そういうところになるのかなっていうふうな感じがいたします。もうあれから10年ですか。あれから10年あれから40年じゃないですか。いやね、あの皆さん もちろんあのドレス着ていただいて、ドレスコードは赤で、ドレスコード赤か知らんけど、パーティードレスで、お着物召された方もいらっしゃったし、すごく艶やかでしたよ、ホテル、ね、やりましたもんね。新宿の京王プラザだったんで、エミネンスホールかな。そうですね、があったんで、そういうことになるのではなかろうかっていうふうに若干思っております。ファンミって何をされるの。あ、地元民いらっしゃい。いろいろですよ。まあ普段ライブとかではありえないいろいろです。まあ、来年まで生きてたらな。そういうことやな。まあね、そういうことですよね。あ、でもそういうふうなことをちょっと考えてと。もうでも皆さんね、そのケープラで集まっていただいてパーティーやってから10年。早いですね。あっという間だよ。本当にびっくりするね。まあでも、まあそれ相応に生きてきた証拠だなというふうに思います。でそれの、まあ、前夜祭みたいなもんだよね。そうですね。なのでゆったりとできるのはそういう感じかななんていうふうに思います、今回ね。まあ皆さんもね、楽しんでいただければ良いのではないかというふうに思うわけでございます。あ、35年子供連れて、あ、そうっすかね。そうそう、元気でいることがまず大事ですよ。というわけでございましてね、本当に、何度も言いますけども、2023年度皆様全く本当にお世話になりましたね。ありがとうございました。まあ24年度もうね、まあ、そう期待されても困りますけど
期待されてるか。でもこのね、夕方、いや、夜の時間帯、まあ、お休み前のこのひととき、ね、ちょっとクスッとね、笑ってもらえるような、そういったなんとなくゆるい感じの時間をお届けできたっていうことが、うん、今年、まあ、今年度もそれを継続して、やれたっていうことが嬉しかったですね、やっぱりね。うん、どうなるかと思いました。やっぱ配信なんてっていう風に思われた方も当然いらっしゃるし、もうそんな時間ないからっていう風に、もう離れていった方も当然いらっしゃいます。でもね、こうやってちょこっとでも聞きに来てくれて、ね、一言でもいいからコメント、あ、ゲームちゃんありがとうございます、ね、一言でもコメントをこう入れてくれるっていう、なんとなくこうつながるものがあるじゃないですか。心の絆っていうんですかね。なんかこうそういう部分がまたより一層感じられた年になりました。皆様誠にありがとうございました。で、まあ、これ FC の方限定の、まあ、告知になるんですけど、4月ぐらいからまあ、大体ね、水曜日のものを録画して金曜日に YouTube にアップしておりましたけども、まあ、土曜日はさすがに、土曜日のやつはちょっとさすがにこうひどいからっていうことで、アップしておらんかったんですよ、土曜日の分。土曜日の分ってなかなかね、皆さん聞き逃すことがやっぱり結構多く、忙しい方もいらっしゃるんだね。で、その方たちのために FC 会員のあのページあるじゃないですか、ね、あのホームページのね、うん、ファンクラブページ、ね、ファンクラブのスペシャルムービー、そう、スペシャルムービーとして、あの YouTube に、まあ限定動画としてアップしてアップすることにいたしましたので、皆様ね、そちらの方でね、そちらの方で、ピンクいやつはそちらの方で、あの、ピンクいのダメだって、めめちゃんありがとうございます。本当に完璧、限定だから、限定配信だから、ね、もうピンクい土曜日の方はFC 会員の方にあれ送っときますから限定ですから、まあ一応ね、内容をよく考えて、ね、でもやっぱり土曜日は少なくなるんですよ、少なくなるんですよ。やっぱどうしても土日ってやっぱりライブ入ってきますから、できなくなったけど、まあ土曜日は土曜日として、数少ない土曜日のね、あんなこととかこんなこととかを、ね、楽しんでいただけ、毎回おじさん参加していただかないとね、困りますよね。もうあのしもしもブラザーズって言われちゃうから、ね、やめてくださいよ、やめてくださいよ。よし、あ、なんだこと、でもあれは YouTube に上げたらバンされませんか。いやいや、あれはなんか限定配信、限定公開なんで、大丈夫。オペラにやるとバンされる。大丈夫。そこはね、それギリギリのラインを攻めるんですよ。ギリギリのライン。シーモネーターとか。というわけでございましたね。微笑ましいお話、そういうことや。マリオさん、大人な発言。ね、まあ、というわけでございましてね、まあ、今週末四日市に伺います。ちょっとびっくりおせ、CPO。こらに伺います。で、そこで今年度のライブは終了と、で来年度2024年に突入するわけでございます。皆様ね、はい、新しく生まれ変わんねえな、もうな、生まれ変わんない、今更年度が新しくなった竹本でございますね。またよろしくお願いいたします。ブルムちゃんありがとう、今日もクスッとできた。それが大事。明日は今年度最後の待ち込みでございます。寝る前にクスッとできること大事ですからね。皆様ね、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。それじゃあ、バイバイキン、おやすみ。
だけど知る